加勢川は、佐賀県中東部を流れる加勢川水系の本流で、一級河川である。毎年11月に河川時期で、佐賀インターナショナルバルーンフェスタが行われることで、有名である。また上流には、北山ダムや加勢川ダム、川上京があり、周辺は、観光地になっている。セフリ山地の佐賀県神崎市セフリ町、原巻付近、セフリ山の西方が源流。 佐賀平野に入るまでは、川上川とも称される。上流部には、北山ダムがある。平野部に入ってからは一部天井川となり、佐賀市の生誕を成しつつ、有明海北端に注ぐ。加瀬川の流域面積の内訳は、水を集める、山地部と水を利用する平野部が約半分ずつであり、山地部の割合が低い。この傾向は、筑紫平野の河川の多くに見られ、 古くから広大な国草地帯である筑紫平野の水利用の難点となっていた。江戸時代に地水の神様と呼ばれた成富重康が行った水利は、加瀬川だけでは六角川、筑後川を含めて平野全域で水を配分した。また1960年に大和町に設けられた川上島主港と幹線水路によりさらに改良され、現在につながる。 山地部の支流には、神水川、天河川、直川がある。平野部の支流には、小岸を流れる祇園川があるほか、成富兵庫重康が、洪水防止のため整備したいシード井を経て田伏川が、分流し、佐賀市街を流れる。古くは、坂川と呼ばれた。非善国風土器によれば、この川の上流に荒ぶる神がおり、通行人の範囲分を殺した。 当時、土地の支配者、あがた主の大公殿が、まだ朝廷に服従してなかった土雲の、大山田女と、京山田女の二人の女性に占わせた。そこで二人は、下田の土で馬と人を作り、荒ぶる神を祀ったら静まった。そこで二人の女性はあがめられ感謝されて、賢女と呼ばれ、佐賀の地名の由来となったと言われる。また、坂が多いので、坂が、 佐賀となり、助吉見となったという説を唱える、歴史学者などもいる。関永年間に、成富兵庫重芸康の石井戸井造成により、石井戸井より上流を川上川、下流を加瀬川と呼び、初めて坂川が加瀬川となり、現在の流路に定着したと言われている。川上川の名前は、扇状地の長部に位置する、非善国風土器に記載される。 川上の石神、与田姫海人を祀る、友も姫神社の名前に関連があると思われる。加瀬川は、過去下流部佐賀にあった佐賀郡加瀬郷の合名に関連があると思われる。上流部、オスブチ、メスブチの渓流アユの生発電所川上橋中流部の、加瀬川と河川敷のゴルフ場川上投志校。 加勢川の堤防と競技飛行中の熱気球バルーンフェスタのイベント会場となる河川敷、加勢川大井下流域では、浮き泥が堆積し、川岸に、干潟と吉原が広がる。国道444号、加勢大橋の下流。源流から平野部に流れ出る、観人橋までを上流、観人橋から加勢川大関までを中流。 関潮域である加瀬川多いから川口までを下流として解説する。山地部には、セフリ、北山県立自然公園、川上、金流県立自然公園、天山県立自然公園の3つの県立自然公園がある。特に、北山ダムの周辺、古東温泉から熊野川温泉にかけての渓流地域、川上峡の山地区は、 開発に許可を要する特別地域に指定され、自然保護の重点地域となっている。山地部の川床勾配は50分の1から100分の1と険しく、また大部分が中世代の風化加工岩で覆われており、浸食が激しい。稼働は曲がりくねったところが多く、川辺は砂利の多い河原、瀬や淵、木岩などとなっている。 北山ダムは1956年に竣工した、総貯水量2225万立方メートルの大型ダムで、湖畔には樹木が生い茂り小さな滝や瀬が多い。キャンプ場や国民宿舎があるほか、ハイキング、サイクリング、釣り等が行われるアウトドアスポットであり、佐賀市からも福岡市からも車で30分程度と近いことから、佐賀県では、 21世紀県民の森として整備を行っている。加瀬川ダムは2012年に竣工した総貯水量7100万立方メートルの佐賀県最大のダムで新たな観光スポットとしての開発が始まっている。加瀬川ダムの下流には、渓流のそばに古東温泉、またさらに下流には熊野川温泉があり、古くからの温泉地として知られている。 富士町を流れる川上川とその景観は水の里百選に選ばれている。佐賀平野に流れ出る手前の地域は川上郷と呼ばれ九州の嵐山にも例えられる景観に優れた峡国で太古より観光地となっていた歴史がある。観人郷付近では毎年4月から5月にかけて鯉のぼりの吹き流しが行われる。また8月には 花火大会や灯籠流しも行われる。上流部にはア山ヤ高メ、タカ,ハカジカガエル、カワガラス、ヤマセミなどの渓流の生物が生息している。中流部の地質は堆積土砂からなるお奇跡層であり、平野部に出てからしばらくの区間は周囲よりも川床の方が標高が高い天井川となっている。そのため古くは洪水が頻繁に起こっており、 洪水の際は、成富兵庫茂康が設けた日本最古の取水施設と、される石井戸井の像の花や、天狗の花などの荒籠で、水の流れを緩やかにし土砂を沈ませきれいな水だけを、田伏川に取り入れ、二次林によって土砂が振い落とされながら、徐々に溢れてゆく仕組みとなっている。これによって、洪水被害も収まり、田畑に必要な水量も確保でき、 農作物の収穫も安定した。周辺の田畑は、洪水でも荒れることなくむしろ角度が増えて豊かになる、ことから、村人は、洪水を喜んだとされるほどであった。中流域は、湧水機能を期待した、広い高水敷きなどが築かれた。妄想地区、目だけ、柳からなる下半林が豊富で、動植物の生息域にもなっている。また、 ゴルフ場があるほか、佐賀市街に近い下半として、市民の憩いの場となっている。長崎本線の端から国道207号の加瀬橋までの約 8km の区間の河川敷では、毎年11月に、熱気球の競技飛行大会と併設イベントからなる、佐賀インターナショナルバルーンフェスタが開催され、100万人、近い人手で賑わう。 バルーン会場となる加勢川扇の地区は海岸だった。頃は千本松と呼ばれ、有明海の潮風による、塩害防止のため松の木が植えられ松林は川上まで連なっていた。後に、成富兵庫重康の指示で松林は伐採され、代わりに竹林が堤防に造成された。今は堤防の竹林は加勢川改修工事のため消滅した。現在は、 竹林は川上方面に残るのみ。下流部の地質は有明海に特徴的な粘土質の置石層であり、干潮域である。この区間では満潮と同時に泥が繰り返し押し寄せ、可動にわがた土と呼ばれる泥が堆積している。下半は広大な吉原となっており、干潟と合わせて動植物の生息域となっている。佐賀市久保田町の加瀬川砂岩には、 カ川の稼働改修と合わせて整備された佐賀県立森林公園があり、中には佐賀県最大の野球場である佐賀県立森林公園野球場がある。下流では8月に精霊流しや花火大会が行われる。また仮説に岩神が上陸したという伝承にちなむ岩神和城検討支線レースが夏に開催される。 祇園川小城市小木町の城下町を流れる祇園川は町の景観を形作る要素となっており、小木は水の町とも呼ばれる。なお、祇園川の支流である清水川は名水百選に選ばれており、清水の滝は観光名所となっている。今の加瀬川は平野部ではやや西寄りの南方向に流路を取るが、古くは 東寄りで次第に西に移ってきたと考えられる。古代律令制の頃は、今の古瀬川から、佐賀港の辺りを流れていたと推定される。鎌倉時代の頃は、今の田伏川から、八田港と推定され、これは、八田港に近い大王子に、北条時寄の開国伝説が伝わっていることや、八田港の東にある米の渦が川副将の主港であったことから示唆される。 ついで戦国時代の頃は、田伏瀬川から、本城校と推定され、付近には、章に、正さの巨漢ヨガ城やその鬼門の鎮守として保護された、ヨガ神社があり、また、小津の遺礼がにぎわっていたと記録されている。近世初期には、佐賀城下町の建設に伴って、成富兵庫により、石井戸井建設と田伏瀬川の整備。 加瀬川の西への付け替えが行われ、現在の流路となった。流路が西に移ってきたのは、この地域最大の河川である筑後川の堆積作用が、東に行くほど大きかったからと考えられる。流域自治体は、佐賀県神崎市、佐賀市、小木市の三市。流域面積は368平方キロメートルで、山地が46%、宅地が16%、 水田が38%。流域の人口は約13が万人。鴨の群れと有明海沿岸道路の有明加瀬川、大橋道路鉄道道路。ありがとうございます。